にちは。宅建士ホームステージャー株式会社住まい心地の矢野真理恵です。今日はこちらの中古戸建て住宅のプチリフォームとホームステージングのご依頼をいただきましたので、中の採寸をしようと思っています。こちらのメゾールがすごく使い勝手が良くて、測るのも一瞬でできてしまうので、このお部屋の中の採寸をこれを使って一緒にやってみたいと思います。今回リフォームするときとか、天井が高いところの壁を張り替えなければいけないとき、このメゾールを使うともう一発で自分では測れないところの距離を測ることができたり、あとカーテンを設置したりするときに窓枠から窓枠まで測ってメモして、測ってメモしてってしてたんですけども、それもアプリに連動することができるので、パッと一発で測った後にメモ機能で保存しておくこともできます。ではまずレーザーメジャーですね、タップします。そうするとこちらの上に単位が選べるようになっています。ミリ、センチ、メートル、インチ、フィート、ヤードまで選択できます。そしてこちらの下の部分なんですが、この矢印が出ているところ、黄色い部分から測ることになります。こっちお尻の部分から測るから、この黄色い台座を出してきてカチッと止めて、この台座を出した状態で測ったモード、先端から測ったり、そういうことができます。で、計測ができました。ただタップします。そうするとこの Bluetooth でアプリに連動させることができます。計測したデータは真ん中をタップしますと、この Bluetooth ボタンが出てきます。こちらでアプリに連動させることができます。台座設定のモードにしまして、センチメートルにしました。はい、計測しています。523cmの天井高ですね。計測したデータはメゾールの画面をタップしていただくと Bluetooth マークが出てきます。こちらをタップ、新しい測定というものが飛んできました。ただこちらをタップしていただくと文字が入力できますので、測定データのタイトルなどを編集することができます。フローレーザーのエリアモードというものを使って、こちらの収納の面積を測ってみたいと思います。計測したいところに合わせてタップしてください。134mm タップ。今度こちら縦と横を測ります。タップするともう面積を計算してくれました。でこちら矢印マークをタップすると Bluetooth でアプリに連動することができます。では押し入れの面積 0.8 平方メートルというのが分かりましたので、 Bluetooth で飛ばしたいと思います。できました。インポート、長さも出てきました。ポイントスキャナーを使うときはこちらの三脚にセットしてくるくる回しながらポイントしていきます。続いてこちらのキッチン奥の角に合わせます。取り込んだ間取りデータをまたタップすることで Bluetooth で飛ばすことができます。インポート、アドレスが飛んできました。このようにアプリの上で編集することもできますが、パソコンに転送することで CAN などで読み込んでより深い編集をすることができます。取り込んだ図面を編集したいと思います。こちらのマークをタップすると窓とかドアとか出てきますので、窓を追加してみたいと思います。こちらの部分をタップしまして窓に変更することができます。
こちらのマークをタップすると各辺の数字が反映されています。スケールルーラーというのがありまして、下にコロコロ回せるものがありますので、このような湾曲した部分、例えばですね、このここにモールをつけて、あのお子様のガードをつけるとか、そういうものの長さを測ることができます。こちら別売りのエクスパートプロトラクターというものなんですけれども、こちらのプロトラクターモードにすると正確に角度を測ることができます。では実際にセットして、この窓枠の角度を測ってみましょう。ではきちんと窓枠にセットしたらタップします。このようにスライドさせます。はい、90度です。カーブスキャナーモードというのがありまして、こちらであのカーブに沿って測定することもできます。そしたら取り込んだデータをまた矢印で Bluetooth で飛ばすことができます。インポート、このような複雑な形もアプリで正確に計測できます。